どうも、やらマイクカンパニー、もちもち大福です。お茶丸です。うなぎパーイ、お願いします。お願いします。さあ、やってまいりました、祭りでやりそう。はい、お願いします。さあ、早速やっていきますよ。はい、本日の動画は、うん、浜松旅のしおりを作ろう、うなぎパイファクトリー。うなぎパイファクトリー出た、待ってたにまあ今日うなぎパイファクトリーのね、話をね、したりとか紹介とかしていきたいなって思ってるもんで、うん、まあ、うなぎパイさんはね、はい、いろいろ、うん、詰め合わせをご紹介させていただいたり、はい、マスクをご紹介させていただいたり、はいはいはい、春華堂さんね、はい、春華堂さんのうなぎパイをね、はい、いろいろ紹介してましたけど、もう春華堂さんも今浜松ですごいから、うん、いろんな施設があるもんで、うんうんうん、まあ、それぞれあるだけど、今回はうなぎパイファクトリーのことを紹介したいなと思います。はい、祭りだやいそうやいそうやいそう。はい、まずうなぎパイファクトリーなんですけども、はい、浜松市西区にあります、うん、うなぎパイの製造工場です。なるほど、そうなんです。そこでじゃあたくさんの、そうなのよ、たくさんのパイが作られたわけですねもう工場見学ができるっていうような形になってます。なるほどね。はい、うん、もうまずね、うん、うなぎパイファクトリーさん、うん、俺らがその見学に行くと、うん、もうね、もういろんなところでまず楽しませてくれる。おう、もう普通に入り口入って、うん、じゃあ実際に見学していくぞっていう、うん、階段のところにも、うん、手すりとかがあるだけどさ、うん、ここにもね、うなぎがついてたりとかするだよ。へ、すごい、もう遊び心満点。ほう、もうなんかここもう春華堂のうなぎパイを作る中に入ってきたみたいな風になんかいろいろワクワクさせてくれる。そんなワクワクテーマパークみたいなそうそうそう、へえー、で、じゃあ早速なんですけども、うん、見どころ1、うん、これを絶対言わないといけない。ほう、うなぎパイの製造工程が見られるびっくりするに、もうその入ってすぐに、そのもう見れるのよ、どう作ってるかっていう、うん、工場見学でね。そう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 、うんうん、だもんで、なんか本当にそのなんか検品してるところとか、うん、なんかそのもう全体が見れたりとかするところがあるもんで、もう本当にあそこでなんか今箱詰めみたいなの、要は検品みたいなのしてるとかさ、うん、なんか垂れ塗りしてるところとかも見れたりとか、なんかその俺はさ、アンパンマンのさ、ジャムおじさんがさ、うん、こうやって釜作ってたりとかするさ、姿とかあると思うだけど、パン作ってるとこね、作ってるみたい、釜作ってるとこは見たことないけど、あ、釜じゃなかったでもなんか、ほんと面白い、なんかその、ちゃんともうなんかこの、なんて言うんだろう、ああいう、だから、ものづくりの、そう、ちゃんとした現場を見れるとね。そうそうそう、なんて言うの、あれ、防護服っていうの、なんて言うの、あ、マスクというか、そのもう本当になんかもう目出し帽みたいな感じで、もうこうもう全部こう除菌されてるような姿で、しっかりとした服を着てね、うん、お仕事されてる姿が見れて、うんうんうん、こんなにうなぎパイ作られてんのみたいなもうガン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 もうマシンがさあれ感動する、まあ、ね、うん、全国でそうそうそう大量に食べられてるわけだから、そうそうそう、それを作ってるってことはね、うん、相当すごいよね、うん、あれ見るのすごい楽しい、うんうん、ずっと見てられるもんね俺うなぎパイができていく姿を、うん、俺もしかしたらうなぎパイファクトリーに来てた子供よりもじっくり見てたかもしれないはい、続いて見どころ2、うん、うなぎパイシアター。うなぎパイシアター、これね面白いだよ。おう、ね、10分ぐらいなんだけど、うん、実際にこのうなぎパイの歴史とかが、うん、そのシアターで見れるだよ。うーん、だもんでこうやってうなぎパイできただにとか、うんうんうん、春華堂さんって最初こういう歴史でお菓子作りしてただにみたいなのが見れるだよオリジナルのキャラクターが、うん、いろいろ紹介してくれるだよ。で、それで俺はそこで知っただけど、うん、詳しい方だったらもともと知ってたかもしれんけど、うん、うなぎパイを実際作るのって、うん、今職人制度っていうのを取り入れてるらしいだよ。え、どういうこと？ね、4つに分けられてて、ほう、連士、藩士、宗家、師範っていう風に、うん、最大、一番最高が最高級が師範、うん、
だからそのうなぎパイ職人になるためには練習にまず練習でスタートして、え、その階級があるとか、階級みたいな感じがあるらしいそうなの。俺はそれうなぎパイシアターで教えてもらったというか勉強させていただいただけど、へえ、じゃあ、うん、もしかしたら師範しか VSOP 作れないみたいなことがあるあるかもしれんね。俺もそこの打ち上げは分からんだけど、ね、まあ、これ結構俺はそこで知った形だもん、面白いなって思う。そして見どころ3、うん、記念撮影スポット、おう、うなぎパイがドーンドーンドーンってあるだよえ、どういう状態？そのうなぎパイ3種類がドーンドーンドーンってあるもんで、ね、そこで記念写真がバチって撮れるだよ。なるほどね。これはね、なんか本当にあ、うなぎパイファクトリーに来たなっていう一個の写真に なると思う。そう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 、しっかりだからうなぎパイの前で写真が撮れると、ね、撮れる、うん、あとその入り口のところにもあの大きいあのなんかその車っていうかトラックみたいなので、うん、あのそこもうなぎパイのあのうなぎパイファクトリーに来た時の記念写真も撮れるもんで、なんか2箇所ぐらい大きくその記念写真撮れる場所があるもんで、うん、そこは結構いい。そういうのってまた思い出残るんだよね。そう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 、なんか意外とさ、こういうとこで撮るのはなんかちょっとダサいなみたいな気持ちで撮るんだけどさ、うんうん、後々見返すとやっぱ撮ってよかったなって絶対思うよね、うん、そして見どころ4、はい、うなぎパイカフェ。ほう、これも面白いだよ、うん、もうそのカフェが中にあって、うん、そこに行くとなんかもう他のスイーツ屋さんじゃ見られないような、うん、もううなぎパイを駆使してスイーツがねいっぱい食べれるだよ。おう、なんかパフェにうなぎパイが刺さってるみたいなとか本当にもうなんかミルフィーユみたいな、全部だからうなぎパイが絶対なんか何かに混ざってるみたいな感じで、だからウエハースの代わりにうなぎパイ刺さってるみたいな感じで、なんかそれがもうやっぱもうなんか来てる、そこに遊びに来たなっていう感じもするもんでうなぎパイのミルフィーユ出てくるの？出てくる、そういうのはいっぱいあるな、種類が別に1個だけじゃなくって、なんかいろいろそういうのがスイーツが楽しめるっていうか、うなぎパイを使ったスイーツが楽しめる、オリジナルスイーツが、そう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 、そうなんだ。これはね、あのお時間許すんであれば、うん、ぜひあのカフェあの行ってみてほしいなっていう形。はい、はい、ということで、うん、あのうなぎパイファクトリーの魅力をねいっぱい今日話してきただけど、はい、あのこれなんと、うん、無料で入れますマジで無料で見学ができます。これがすごいだよ、春華堂さん太っ腹、すごいね。うん、そういうのってやっぱ入場料みたいなのかかったりするもん ね、そういうイメージあるじゃんか、うん、だって俺もそれね初めて行った時は結構びっくりした。でしかもだに、うん、あの入る時に、うん、あの見学させていただく時にその時に受付のお姉さんからお土産のちっちゃいうなぎパイをいただける、うん、すごーこんなちっちゃいね、そうそう、ちっちゃい、すごいね、うん、それがもうなんかそのうなぎパイファクトリーに来た記念にもなるし、だからそれを最後さ出た後にあの家帰ってさ、あ、うなぎパイファクトリー行ったなって思いながらパクパクって食べてさ、うん、もううなぎパイを満喫できるっていうそうそうそう、なるほどね、うん、で、あの要は予約しなくて自由見学で飛び込みでも行けるし、ああ飛び込みに行けるんだ、うん、そうそうそう、まあ、ツアーもやってるみたいなんですけど、うんうん、まあ、そちらは多分、予約とかが必要なのかもしれないんですけど、うんうんうん、そう、あの自由見学で行けるもんで、うん、本当にフラッとなんか、あ、俺は母ちゃんとも行ったことあるし、うん、なんか友達とあの行くかっつって行ったことあるもんで、うんうんうん、結構楽しいなっていう感じ。いいね。そうそうそう、で、要は最後にはそのお土産コーナーとかもあるもんで、うん、そのうなぎパイファクトリーさんとかそういう直営店さんみたいなとこじゃないと買えないようなものとかも売ってるし、うんうんうん、一般的なものも売ってるし、うんうん、結構それも楽しめるもんで、うなぎパイグッズが買えるってことね。そう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 、グッズもあればそのお菓子の種類もいっぱいあるんで、うなぎパイ自体も買えるってことね。そう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 、うんうん、だもんで結構おすすめ、うんうんうん、デートにもおすすめだね。まあでも、うん、いつものデートと違うデートになりそうだね。そうそうそう、絶対楽しいと思うよ、うんうんうん、はい、ということで今日はうなぎパイファクトリーさんのことを紹介しただけど、はい、これからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。